はい、皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。フリースピリッツです。はい。今回は新作のビアベリーのダブルフラップの S サイズのカラー紹介をしていきたいと思います。はい。はい。でこちらは、まずチョコのお色になります。はい。で、本当にクラッチバッグですごい持っていただけるような感じのサイズ感なので、うんうん、まあ、ショルダーでもいいんですけど、こうクラッチでこう上品に持っていただくのもいいかなと思います。はい。はい、まずチョコのお色です。はい。こちらはネイビーのお色になります。はい。はい。でネイビーはこちらのゴールドの真鍮の金具で作っております、はい、こちらブラックです。で先ほどのネイビーは真鍮だったんですけど、ブラックはこちらブラックの金具でこうオールブラックでお作りしております。では、中はブラックも中はヌメ革で作っております。はい、はいはい、続いてグリーンのお色になります。はい、こちらは本当に経年変化が面白いので、ビアベリーさんはグリーンがすごい人気のお色になります。はい、ではこちらはブラウンのお色になります。はい、柔らかい雰囲気になるので、こう女性とかでも持ちやすいお色になるかなと思います。はい、はい、こちらがレッドのお色です。レッドは少し元からツヤ感があって結構張りがあるような革になります。はい、続いてがこちらはフリースピリッツ限定のプエブロレザーのオリーバのお色になります。今日なんかニットが色にめっちゃ合ってますね。おー、ありがとうございます。プエブロレザーはこう表面をやすった加工をしているんですが、使っていくとこう滑らかな革になって、経年変化もすごく早い革になります。こんな感じです。はい、続いてこちらが、ペトローリオ、プエブロのペトローリオのお色です。すごい鮮やかな青色のお色で、すごく綺麗なお色になりますね。なるほど、経年変化も楽しみそうですね。はい、で今回こちらご購入の方の中にこちらの封筒が入っておりまして、はい、こちら実はこの封筒にもおじさんがうっすらといるんですが、あ、この中には実はキラシールが入っておりまして、こちら特別なシールになりますので、こちらもご用意させていただきます。このキラキラのあるおじさんのシールですね。はい、こちらです。あ、出てますね。はい、はい、ということで全部で8色ご用意しております。はい、お好きな色は見つかりましたでしょうか。ぜひまたチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。